成田空港で撮影された着陸後タクシングして滑走路から離脱するエミレーツ航空の A380 型キタキシング中の航空機タキシングは航空機が自らの動力で地上を移動すること。多くの場合飛行場の誘導路上を車輪で行うが、スキー装着機による雪上の移動やフロートによる水上移動もタキシングと呼ばれる。 ビールチューグ搭載を示すロゴを貼り付けた、ゲルマニアの A319 タキシングのための推力は、航空機自身のプロペラあるいはジェットエンジンを用いる。制動はソーダペダルを踏み込むことによって行う。方向転換は前輪もしくは折リをソーダする。小型機ではソーダ機能を持たないものもあり、この場合は左右個別のブレーキ操作で機種の向きを変える。 ヘリコプターでは、スキットしか持たない機種では浮き上がらない限り、移動できない。これは、ホーバータキシング、または、エアタキシングとも呼ばれる。車輪を持つ機種であれば、タキシングが可能であるが、この際には、ローターのダウンウォッシュによって付近に駐機している、軽飛行機等が容易に浮き上がってしまうので、タキシングの経路に規制がかけられる。ジェットブラストによる、 地上産業係員の保護、地上車両の横転、転覆や設備の破壊、中期中の滝の浮き上がりなどの防止のため、飛行場ではエリアによりタキシング時のエンジン水力を規制している。同様の理由で、ターミナルから交代して離れる、際の逆噴射装置の使用は原則禁止されているため、車両による牽引を受ける。飛行場の大型化に伴い、 タキシング距離が非常に長くなったため、航空機自身の動力による移動は効率が悪い。このため、牽引車両による移動範囲の拡大が検討されている。特に、ヨーロッパを中心にプッシュバックから滑走路までのタキシング時にエンジンを始動させないで走行できるように、電気自走タキシングシステムやハイブリッド、電気牽引車の開発研究が進み、 ビールチューグのような後付けシステムも登場している。また大型旅客機では燃料消費の低減のため着陸後にターミナルまで移動する際のタキシングに限り1機、内し2機のエンジン停止が行われることがある。航空、宇宙分野における環境配慮企画整備方針日本工業標準調査会航空宇宙機技術専門委員会 2007年1月25日閲覧。エアバス、電気自走タキシングシステムの開発に参画へ。フライティムニュース。http コロンスラッシュスラッシュ flyteam.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ30052018年6月25日閲覧。ルフトハンザ、離陸ポイントまで牽引する環境に優しい、タキシーバットを導入。 フライティムニュース。http コロンスラッシュスラッシュ flyteam.jp スラッシュエアラインスラッシュルフトハンザスラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ467022018年6月25日閲覧。全日本空輸 CSR レポート200664ページ。全日本空輸。2008年1月9日閲覧。ありがとうございます。